エルザレトゲームチャンネルへようこそ。今回は初心者弓使いがキルを取るためには二段攻撃と隙間を狙おうとなります。トライストリンガーを使いたての時に一番困るのがキルを取るという行動ですよね。チャージャーのように一角を大量に出すことができればいいんですが、そもそも性能的に一角を出すのは非常に難しい武器となっています。そのため試合を通してキルを量産し続けるというのは初心者にとってかなり至難の技なのではないかなと思います。ただ僕自身がトライストを続けていく中でこれをするとキルが取れるようになったなと思うことも多々ありました。ということで今回は初心者がキルを取るためにどんな行動をした方がいいのか次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずトライストリンガーのメインについてですが、押さえておかないといけないことっていうのがあります。それは一角を取るのはチャージャーよりも難しいという点です。というのも一角を狙うのであれば同じ数だけ攻撃した時にチャージャーの方が当てやすいと個人的には思ってます。でその理由なんですが、弾速が遅いっていう欠点があるためですね。これはチャーと比べた時に最大射程で大きな差となります。トライストリンガーはレティクル反応内であればチャージャーと同じキル速ではあります。なんですが最大射程を生かそうとした時は曲射を使用するためちょっとだけ弾が遅くなるんですよね。これにより弾が当てづらくなっています。動機ずれの影響なども受ければさらに当たりません。この点から一角ばかり狙いすぎると全く攻撃が当たらず敵が近づきやすくなる状況を作ってしまうというふうになるわけです。指のイメージとしては一角をバンバン狙える感覚かなと思いますが、弓自体はそれが難しいクロート向けの武器となります。最初のうちは一角を狙いつつもどこかで外れるなということをしっかりと意識しておきましょう。ではこの考えをもとにどうやったらキルを取れるようになるのか紹介をしていきたいと思います。まずキルを取れるようになるには2発で仕留めるイメージが重要となります。トラストでキルを取るとなった時はチャージャーのように一角をしっかり当てることかなと思いますが、正解のようで実は違います。ずっと使ってきてますが、一角を1試合で3から4回叩き出すというのは正直そこまで多くはないです。もちろん一角が決まる試合というのは試合展開がいい方向に行きやすいので強いっちゃ強いんですが、これかなり難しいんですよね。でその難しい理由というところなんですが、一角を出すためには予測打ちや曲射、置き打ちといった敵の動きを読んだ攻撃が必要となります。これを後衛初心者ができるかというとちょっと難易度が高すぎるなっていうのもありますし、経験値もかなり必要になるなというのがあるため難しくなっていきます。その点を踏まえて弓初心者としてキルを取るために大事になってくるのが二段攻撃になるわけですね。二段攻撃の具体的な内容としては一発で仕留めるプラス外した時の保険の一発となります。一発目はもちろん一角を狙います。これは後で説明しますが、一発目で大きなダメージを稼ぐのは非常に大事な行動となります。そして大事になってくるのが2発目の保険ですね。これは外した時だけではなく傘当たりの時も想定して打っていきます。この2発目が重要で、相手の動き方や距離に合わせてフルチャージにするのか半チャージで拡散するのか判断をしていくわけです。結構予測打ちというところに近いですね。でこのように先に2発目を想定しておくと、相手がどんな動きをしようが動きに合わせるということが可能になってきます。これができるようになってくるとキルの取りこぼしを減らすきっかけにもなりますね。でこれ続けてると経験値たまりますのでどんどん慣れてきます。また2発をイメージすることのメリットですが、2発目の攻撃を常に予測して動けるっていうのがいい点です。単純にフルチャージで2発狙うのとフルチャの後に半チャ2回打つのでは攻撃の頻度が大きく変わります。どちらとも同じ時間の攻撃なんですが回数が大きく変わるんですよね。
一発に固執せず選択を増やすことは非常に有効な手段と言えます。この点ではチャージャーと違って取りこぼしの対策がしやすいっていうのが弓のいいところですね。一発目は外して逃げてしまうという人は避けられた時の想定を組み立ててみるようにしてみましょう。続いては当てれなくても一発目は狙うこととなります。これは上振れを期待した行動になりますね。というのもトラストの一角はしっかり狙って使っていかないといつまで経っても一角を出すことはできません。そのため相手を狙いすまして攻撃をするというのはとても大事なことと言えます。仮に一角は取れなかったとしても傘当たりによっては35から70ダメージを与えれる可能性があります。これによって2発目の攻撃で倒せる確率も上がりますので、1発目というのはその後のキルに影響する部分だと思います。また1発目をしっかり狙うという点では敵への威圧に影響が出てきます。例えばですが、皆さん相手の弓の攻撃が全く当たらなかった場合、皆さんは脅威を感じるでしょうか。これに関してはほとんどの方が全く警戒をしないかなと思いますね。なんなら前に詰めやすくなると思うので倒しに行きやすいというのが判断として出てきますよね。ですがこの時に一撃でももらっていると攻めづらくなると思います。このように一発目をしっかり狙って撃つということは敵の攻めの抑止力にもつながるわけです。自分が倒しやすくなるだけではなく相手の動きを抑えるきっかけにもなります。さらに動きが鈍ればこちらとしては壁裏だろうが狙いやすくなりますので、一発目をしっかり当てることが非常に大事なこととなります。ちょっとしたことなんですけど意外とこれがキルにつながりますね。それでは最後ですが、実際にキルを取るために対象の隙を狙うコツについて話していきたいと思います。敵を倒すコツとしてはたくさんありますが、今回は3つの隙を狙うことについて話していきたいと思います。1つ目はジャンプの頂点を狙うことです。これはシューターやブラスター、スピナーといったジャンプ攻撃をする相手ですね。基本的にジャンプの頂点というのはどんな行動をしていようが一定となります。逆を言えば必ずその高さで固定されるんですよね。そのためジャンプをした時というのはこちらの攻撃を当てれるチャンスと考えてもいいと思います。ジャンプを軸に攻撃をしてくれる相手がいたら、あえてジャンプを待ってしっかり狙うというのもありですね。2つ目は攻撃の合間を狙うことです。こちらはスミナーなどの連射力が高い相手やスペシャルに有効な方法となります。基本的に壁付近で行動することが多いトラストは相手の攻撃の状況を見ることが可能となります。そのため相手の攻撃を避けた後にしっかりと攻撃をすることによってダメージを稼ぐことが可能となっています。この動きはチャージャーとかに近いですね。相手はここでダメージを受けてしまうと回復するか逃げていかないと危険なので壁裏などに隠れていきます。でこうなったらこちらの勝ちですね。隠れたら局舎で追撃も可能になりますので有利な行動となっていきます。特に連射力が高い武器やスペシャルが来た時っていうのは相手の攻撃の隙を見てカウンターを入れるようにやっていくことがキルを取るための重要な方法となります。なのでスピナー種にはこれが有効となりますので、スピナー対策が難しい方は一旦攻撃をしのいで合間に攻撃を入れるということをしていきましょう。3つ目は硬直時間を狙うです。これはマニューバーのスライドやスペシャルの硬直を狙うものとなります。この硬直というのはかなりの時間がありますので、後衛からするとキルが狙えるチャンスとなります。チャージャーでも同じような感じですね。特にマニュー系に対してはスライドの硬直しか正直僕は狙ってません。それまではエイムを合わせるだけで相手が動くことが多いので、しっかりとスライドした後の硬直を狙うようにしています。味方と対面中にスライドしたらよりチャンスになりますね。このように硬直を狙うということはかなり有効になってきます。で今回紹介した3つになりますが、これを応用すればスペシャルにも対応ができるようになってきます。まあサメライドであったりナイス玉とかですね。ただこの3つは意識してみると我慢する時間を要求されるので、人によってはかなり苦痛に感じる部分になりやすいかなとも思っています。
相手の攻撃を避けてカウンターを入れることは非常に大事なこととなりますので、しっかりと我慢してやっていきましょう。はい、ということで今回はここまでとなります。初心者弓使いがキルを取るためには二段攻撃と隙間を狙おうは、まあ、いかがでしたでしょうか。攻撃といっても一角を狙いすぎると取りこぼしが増えるのが光栄です。しっかりと倒しきることがまずはキルを取るきっかけとなりますので、取りこぼしを減らすことを意識していきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。